天の実演風景、三木本魔珠島は、三重県戸橋市の戸場湾内に浮かぶ小島。阿護湾内にある、新名裏と並ぶ洋食真珠発祥の地であり、全島が株式会社、三木本魔珠島が経営する、レジャー施設となっている。島内では、真珠工芸品が展示されているほか、天の実演が催される。年間観光客数は25から26万人で、約1割が、 日本国外からの来客である。このため、島内の案内は日本語と英語を併記し、パンフレットは日本語、英語、韓国語、中国語、中国語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語の10カ国語を用意している。1階に養殖真珠、2階に天然真珠の解説コーナーが設けられている。また、真珠工芸品を展示。 250点ほどのアンティークジュエリーのコレクションをテーマ別に展示したもの。展示品の例、三木本光吉の生涯を遺品やパネル展示などで表現している。聖火の蕎麦のうどんや阿波講も再現されている。レストラン、阿波講とパールショップが営業している。三木本光吉銅像、玉宮、野鳥の森、三原次第などがある。養心樹皮は1900年に。 正松宮や秋日と新郎が多徳島に来島した、記念に同等に建てられていたものを、三木本魔島へ移設したものである。ありがとうございます。